今日はですね、一人で来ました駒場競技場と思ったらですね、いました。何見てんだよ。なんでいるんですか。いや、なんかちょっとの努力でなんか足速くなっちゃったりしたりなんかしたらすごい嬉しいなみたいな感じ。脅威ムキムキチャンネルです。俺何も言ってないのにめっちゃベンチプレスやれてる。腕とか胸周りでかくなってるっすよね。やべえな。あの昨日腕立て伏せ昨日腕立て伏せの企画で、はい、あ、今回あの昨日ようやく中山筋肉に勝った。え、勝ったんですか。すげえ。3分間あ、そういうやつすごいな。そちらは何をやるんですか。 100TT を。お、じゃあそれはシダパンチャンネルを。何でやってるか。健康に見えてます、ね、めっちゃ健康っす。大丈夫ですか、うん、健康に見えてます。健康ならいいですもんね。さっきも言ったんですけど、小学生シダパン、ここって走るときどうやって使うのって言われて、え、マジですか。使わないとかよ。全然使わないよって言って。すごいね、小学生に言われる。そうなんですね。だけどね、別に走るために筋トレしてるわけじゃないです。ああ、そうだね。君健康だねって言われたいから。行くでしょ、やろ、早く。今日は私はね、またあっちにユナイトさんがいたんで、250を10本ぐらいやるんで、ちょっとそれで入ってきます。ユナイトさんとやらせていただくんですけど、里田さん、すいません、よろしくお願いします。お願いします。250ショート系をね、今まであの加速走とかやってらっしゃって、最後に250何本かで2本。2本ですね、はい、結構もう今加速走10プラ30と、はい、10プラ60と10プラ100を、はい、結構本数多めにやったので、はい、まあ、そのまとめで250、また3、4本だったんですけど、うん、1、2本でしっかりまとめて終わるっていう形ですね。なるほど。じゃあその250だけ混ぜていただいて、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。どうですか、久しぶりの SD。 一緒にやってきましたけど、はい、やっぱスポーツの本質は勝負なんで、はい、あのデクノボぶっ潰します。ああ、マジで、ね、デクノボ、デクノボ来た、デクノボ、はい、海外出張でビールばっか飲んだやつに負けるわけないです。負けるわけいかないですね。商品が走ってんだよ。そんなこと言うだよ。知らんの前に言う。それも考慮してちょっと切れます。そうだね。あ、その大好き具合、はい、大好き具合も考慮して何にするか。おい、シーズンが楽しみじゃねえか。おい、始まった陸上。おい、この感じか。ありがとうございます。また、はい、ちょっとね、ありがとうございました。ザチン動画見る？あ、見ます。なんかさ、はい、スタートは良かった時さ、はい、まあ、起きてから、起きてからさ、離れて、どんどん離れてる。誰が？シダバンのザチンがさ。あ、そうですね。うん、で、僕ど
問追えなくてさ。え？いや、要はさ、離れすぎ、10メートルぐらい離れちゃったわけじゃん、結局。はいはいはい、1秒離れてるってことは。はい、どっちも、どっち追えばいいか分かんなくて。はい、2人ともフレームアウトしてる。バカじゃん。バカじゃん。バカじゃん。普通そういう時前の方走ってるやつ通るじゃん。いや、でも白番チャンネルでしょ、これ。それがね、そのごめん。あまりにも離れすぎてて。できなかった。え、これで剣戦のリレー の, あのカメラ枠俺から奪おうとしてるいやだから無理だわ。いや今のは衝撃だった高一衝撃だっただってこの状況でカメラ回してる意味が分からないだからさ、まあ、1秒差だもん。剣戦のさ、剣戦来てよ。剣戦は、うんうん、分かんないだって4日間あるし、しかもだるだからさ、いや4日間は来なくてもいいと思うんだけどさ、やっぱリレー 4K? まあその時の気分次第ですかね、うん、いやけど普通に県戦出たい幅で、うん、そうだよ、うん、あ幅の標準が高いんですけど、どっちが神奈川、神奈川、うん、80でしょ。なるほどね。あ、それ今回はい、じゃあデータ送りますね。 ありがとうございます。はい、よく撮れましたね。え、よく撮れました。よく撮れました、はい、あ、よく撮れました、はい。